ロングヘアあれなんでしたっけなんか頭の前に屋根作るやつめっちゃ長かバゲットパンみたいな感じでな屋根作るやつあるじゃんこれ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 ガチしてたなこれはヤバすぎ強すぎじゃないこれドリル作ったぞこの糸 やばこの人鍵いらなくねこの人なタルコブって鍵いらないでしょ。あドア閉まってるぞウェー,っーっ開けた !AK ルームと AM ルームは全部、頭で全部壊すかも。ドア。やばすぎ。俺がしたい,したい部屋はもうリジェントだったのに、ちょっと違うな。俺がしたいリジェントじゃないな、これ。おおこの方はパラコードいらないかもな、もう。 すでに頭パラッコードあるおおすごっめっちゃ多様なヘアスタイルあるんだ素晴らしいヘアスタイルだな日本ヘアスタイルこれかっこいいと思います皆さんこういうのに騙されてないですよね この紙スタイルかっこいいと思います。これは顔が今99%キャリーしてます。で、俺は芸能人たちに騙されるんだよね。顔がハードキャリーしてる。顔。これ顔がカックなんだよな。怖で、うちはまあ、こういう写真見てもう、暴走に飲まれても、ヘアショップに行って、こういう紙スタイルお願いいたしますってしたら、 で美容室の人が何か答えるんだよね、たまに。本当に正直に答えてくれる優しい人がいるんですけど、優しいというか、冷静というか、あなたの顔は大丈夫ですかとか、コアアイテムである顔面がちょっと問題がありそうなんですけど、大丈夫ですかで、そこでまあ、決心してきてたから、せっかく、大丈夫ですやってください私は正直1回言ったことあります。大丈夫ですやってくださいって。だからまあ、 やりますよって。でしたら、あったんだよね、俺の。たぶん、ソムちゃんがショックすぎで、ショックすぎで持ってるかも。ちょっと待って。スピンスワローパームしてくださいってして、すごいスピンスワローになったんだよな。配信で一回も見せたことなかったんですけど、どっかにあったはず。俺のスピンスワローパーム。探してみる。調べたらすぐ出るかも。スピンスワローパーム。 あれして戻ってきたらソンチャンがすぐ声かけましたね私。ケイさん、もしあなたもう一回パームしたことあるって。二連続で速攻パームしてみたことあるって。なかなか見えないな。俺のスピンスワロ。こっちの方が好きだったんですけど。こういう髪スタイルが好きでした。これは大成功。 これ大成功で多分失敗失敗のやつがあったかも。失敗のやつ。俺、ワンちゃん削除したかもしれない。わかんない。削除したかも。ごめん。ショックすぎで。韓国で日本の冷やす、日本のなんちゃらやって調べたら、シミケンさんはもう絶対出るでしょ。我々の兄貴だから。日本の何々って調べたら、とにかく一番最初出る。 シンキン兄貴意味はわかんないけどシンキンサ年上の人も年上の人たちもとにかく兄貴で読んだよなみんなあ兄貴で読んでる我々の兄貴なんだよなとにかくでも私はに日本のヘアスタイルはまあみんなか個人的ななんかスタイリングがあるから好きですねおおめっちゃ綺麗 スタイルは何ですか格刈りなるほど男子より女性の方のヘアスタイルが本当に多様な気がするけどな日本は表現の自由がなんかそれぞれのあれがあるんだよなみんなすごいなじゃあ本当にさなんか日本で今流行ってるスタイルって何があります なんか URL ちょっともらってもいいですかなんか最近の本当に今冗談できてあの最近の日本はこれですみたいな感じでこれこれよくやってますとか,だからやべやつじゃなくてたまにはい、一般の方のなんか姿を見たいんだよな俺普通の日本の姿はわかんねえわ日本の方ので周りやべやつらしかいないから普通の姿を見たいんだよなちょっと逆に その,その普通が難しいのよ普通がだって基本うちのメンバー調べたらど真ん中にコソトル作るでしょなんかブワーってうーんいや純粋に感動した俺本当普通だな本当普通だないるんだああこういうのいいっすね これは、これは顔がガチでハキャリしたな。この糸も。騙されたらダメ。関さんヘアスタイルいいですよ。私は個人的に大好きです。